皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画はいよいよ数歩の白い馬の数歩の気持ちを考える学習ですよ。では、数歩の白い馬、その3を学習していきましょう。もう漢字を読んだり書いたりできるようになりましたか確認するためにもう一度 ゆっくり読んでみましょう。ここで動画を止めて読み終わったら動画を再生してください。前回の復習です。教科書110ページから113ページの10行目までを読みましょう。ここで動画を止めて終わったら動画を再生してください。通報の白い馬では、 お話を読んで感じたことや分かったことをお友達やお家の人などに伝えられるように学習します。今日は3回目の学習です。今回の学習課題です。殿様に白馬を取り上げられた数歩はどんな様子だったか考えてみましょう。教科書113ページの 11行目から117ページ5行目までを読みましょう。殿様に白馬を取り上げられた数歩の様子がわかるところに線を引きながら読みましょう。ここで動画を止めて終わったら動画を再生してください。ワークシート丸3を用意しましょう。問い1です。誰が誰に取り上げられる場面か。 ここで動画を止めて書き終わったら動画を再生してください。さあワークシートに書けましたかでは答えを見てみましょう。教科書113ページ11行目から117ページ5行目までは白馬が殿様に取り上げられる場面でしたね。 ここで動画を止めて確認が終わったら動画を再生してください。問い2です。登場人物がしたこと、言ったこと、その訳をワークシートへ書きましょう。数歩と殿様とのやりとりを中心に考えて書いてみましょう。またその訳を下の欄に書きましょう。ここで動画を止めて 書き終わったら動画を再生してくださいさあワークシートに書けましたかそれでは答えを見てみましょうここで動画を止めて確認が終わったら動画を再生してください白馬を殿様に取り上げられた数歩の気持ちがよくわかるところに 線を引いてみましょう。ここで動画を止めて、引き終わったら動画を再生してください。さあ、どこに線を引きましたか答えを見てみましょう。白馬を殿様に取り上げられた数歩の気持ちがよくわかるのは、悲しみはどうしても消えませんのところですね。これは数歩が 白馬のことを家族や兄弟のように思っているから悲しみが消えないのですね今日の学習のまとめです括弧に言葉を入れてみましょうここで動画を止めて書き終わったら動画を再生してください答えを見てみましょう数歩は ずっと白馬のことばかり考えていたのですね。続いて振り返りです。今日の学習課題は、殿様に白馬を取り上げられた数歩はどんな様子だっただろうかでしたね。頑張ったことや分かったことなどをノートに書きましょう。ここで動画を止めて書き終わったら動画を再生してください。 皆さんよく頑張りましたね。これで今日の授業は終わりです。